アルブレヒト・デューラーの木版画シリーズ、聖母の生涯の中の一枚。廃屋の近くでヨセフは大工仕事をし、聖母マリアは糸を紡ぎ、幼児のキリストは籠の中で眠っている。大英博物館所蔵。籠の聖母は、ルネサンス期のイタリアの画家コレッジョが1524年頃に制作した絵画である。名前の由来は絵画に籠が描かれていることによる。 油彩。コレッジョ特有の優しく穏やかな聖母思想が特徴で、画家の芸術が成熟を見せる時期に制作され、ジョルジョバザーリによって早くも研究されている。商品ながらも保存状態は極めて良く、レオナルド・ダ・ヴィンチなど様々な巨匠の影響が伺える作品となっている。現在はロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。ただし展示はされていない。コレッジョは、 聖書の登場人物を親しみやすく、愛情豊かな日常生活の中に描いている。聖母マリアは、伝統的な青いローブではなくバラ色の服を着て、大きな木の下に座り、幼いキリストを膝の上に乗せ、編み終わったばかりの灰色を帯びた青色の衣服を試しに着せようとしている。しかし幼いキリストは身をよじっており、その右手は、祝福を授ける身振りをしながら、 両腕を広げている。その様子は、ゴルゴダの丘で卓形に処される未来を予告するかのようである。聖母、マリアの横には、先ほどまで使用していたであろう仕事道具の黒い鉄の、ハサミと羊毛の毛糸玉と、それを入れたカゴが置いてある。彼女が編んだ衣服は、もしかしたら彼と共に成長したと伝説で語られ、ヨハネの福音書19章23-24で、 語られている兵士が十字架の下でくじを引いて持ち主を決めたというキリストの縫い目のない衣かもしれない。ヨセフは背景の少し離れた場所に描かれている。彼はカンナを持ち、大工としての仕事に励んでいる。彼らの住む家は古代の遺跡のそばに建てられているが、これは古代の異教の残骸の中から新しい信仰が生まれたことを象徴している。 ヨセフの働く姿と遺跡の図像は、ドイツの画家、版画家のアルブレヒト・デューラーの既版画との類似が指摘されている。これは、聖母の生涯を描いた20の版画シリーズのうち、エジプトに逃避する聖家族を描いたもので、ヨセフは、廃屋のそばで大工の仕事をしており、聖母は糸を紡ぎ、幼児キリストは、籠の中で眠り、その様子を複数の天使たちが見つめている。 しばしば、エジプトへの逃避は楽園を追放された後のアダムと、イブのロークと重ねて解釈されてきた。美術史家デイビッド・エクセルジャンによると、デューラーとの類似性から、コレッジョのドイツ美術への関心が伺えるという。本作品の制作時期は、ちょうどコレッジョがサンジョバンニエヴァンジェリスタ聖堂に関するいくつかの作品を制作していた頃にあたり、同時期に制作され、 現在パルマ国立美術館に所蔵されているキリストタクと極めて近い関係にある。十字架から降下したキリストを取り巻く、人々の心が砕けるような激しい悲哀を描いたキリストタクに対して、本作品は、性家族の優しく穏やかな日常を描いており、鑑賞者に対して感情的に開かれた作風は、後のバロックを予告している。 レオナルド・ダ・ヴィンチの作品に学んだスフマートによる輪郭をぼかす技術と、ティツア・ノ・ベチェッリオラ・ベネツヤ派の色彩とブラシの影響が見て取れる反面、左上から右下に落ちる斜めに分割された構図は斬新であり、聖母のねじれたポーズ、及びキリストの足に見られる極端な短縮法など、成熟期のコレッチョの芸術の巧みさをよく示している。 本作品と同時期に制作されたキリストアイタク、パルマ国立美術館所蔵。バザーリの記述から本作品はパルマの貴族、カバリエール・フランチェスコ・バイアルドのコレクションであったことが知られている。この人物は詩人アンドレアの息子でコレッチョの友人であり、後にパルミジャニーノのパトロンとなった。次に記録に現れた時絵画はスペインに移っており、 マドリードのアルカサルの1666年の目録に記載されている。その後、半島戦争中にイギリス人画家で美術賞のジョージ・オーガスタス・ウォリスに売却され、ベルギーの画商クリスティアン・ヨハネス・ニーベン・ホイスの手に渡った。ナショナル・ギャラリーが本作品をニーベン・ホイスから購入したのは美術館設立の翌年の1825年のことである。 価格は3800ポンドであった。前年に取得した銀行家ジャンジュリアス・アンガースタインのコレクションはコレッジョと関係のある作品を複数含んでいたが、いずれも画家本人のものではなく、本作品の購入によって数少ないコレッジョの最初のコレクションを形成することとなった。本作品はバザーリによって幼児のキリストにシャツを着せる聖母と記録されている。おそらく、 バザーリの言及のおかげで、数奇教、フェデリコ・ボロメオから、ミラノのコレクションのために複製が求められ、画家のジローラモ・マルケ・ジーニが、ミニアチュールの複製を制作している。また、ローマの有名な女性版画家、ダイアナ・スクルトリもまた1577年に、エングレービングによるコピーを制作している。ナショナル・ギャラリーは他に、以下のようなコレッチョの絵画を所蔵している。 ありがとうございます。